お疲れ様です。今日はですね、こちらメガドラフトで低コスト縛りロワイヤルやっていきます。はい、というわけで少し前にね、高コスト縛りっていう、メガドラフトをやったんですよ。重いコストから絶対取っていかないっていう、いかないといけないっていうね。はい、三重士、ゴーレム、ラバみたいなね。はい、そういうのやったんですけども、今回その逆バージョンね。はい、低コストから順番に取っていかないといけないよと言ったところで、メガドラフトでね、はい、やっていこうかなと思います。なんで、まあ、1コス、いっぱいやると、嫌なんですよ。嫌なんですよ。いらないもん。やっぱ1コスってね、そのデッキのやっぱ回転が速くなって、まあ、より安定するっていう意味で強いんですよね。1コストで回せるって。けどよ、その、そんな速く回さなくていいっていう。1枚とか2枚でいいわけですよ。いやー、マジで、これでも、あえてするならば、ここでわざとアイスピを残すことによって、相手がアイスピを取ってくれる可能性があるんですよ。そしたら俺はね、2コスとか3コスを取れるんで、このアイスピだけ取ってくんねえかな。どう ?1 枚しかないよ、1コス。お願い。アイスピ取ってくれるといいね。2コス、3コス系をやっぱいっぱい取れないと、攻めも弱いし、まあ、どうやって削ろうってなるんで、まあ、今回はウォールブレイカーを手に入れられそうかな。あと、雪玉取って、うわぁこういう、こういうことです、こういうこと。いや、これはもうね、計算通りなわけですよ。で、俺は、まあ、マジで、ウォールブレイカーで攻めようデッキかな。3コスがでも取れそうだな。うわぁ、強それ。トルネも取っちゃえば、結構コウモリ無双はね、できそうな気もするんですけど、どうだろう。これ、ウォールブレイカーコウモリっすね。次、2コス確定か。で、3コスで何取るかだな。ナイト。おー、いや、俺が、いや、あ、でもそしたらガゴか。いや、クエイクいらん。うわ、ナイトめっちゃ欲しかった。これやばくね、相手。なんでナイト取った？どう考えても俺が欲しいやつやん。バルキリスキーにとってナイトいる？さあ、今んとここれ、やばい。残り3コス2枚なんで、多分。いや、じゃあ、エリゴレもあるわ。うわぁ、バルキリースケキにいてエリゴレはやばいかなぁ。ガゴ取るね。いや、クエイクエリゴレ。いや、4種類あるぞ、3コス。これどうしよう。相手のさ、攻めカード次第では、クエイクでガン削りで、勝つプランもあるんだけど、いや、ガゴ超強いけどなぁ。コウモリでいい気もするんだよなぁ。いや、クエイクで削ります。で、トルネでロイジャイ下げますかな。そんな気がします。そんな気がする。うわ、ナイト欲しかった。これナイトあったらね、だいぶ完成されてましたね。はい。また、ヒースピどこに使うねんっていう話なんですけど。いやー、まあ、できる限りのタクだと思います、これは。さあ、フリーズ。フリーズでコウモリが溶けちゃうんで、まあ、それが嫌ぐらい。まあ、一旦ね、やっぱ高回転なんで。はい。1コスで削っていこう。ヒースピもね、この削り要因でしかない。あー、これでも、美味しい。クエイクで削って、まあ、クエイク、ユキ、トルネ、本当にこの、ヘボメの呪文たちで削って逃げ切るまであるっすね。なんで相手のロイを、俺は守りて、守れるってことですね。で、これトルネでダメージ稼いでます。トルネで稼いで、これはもう仕方ないんで、逆にこれファイボとかしかない。ああ、うわやば。ちょっと待って、バカやなそれ。刻まれた。刻みはちょっとね、覚えてなかったですね。さあでも。いいダメージ入ってんね。いやでもコウモリ強いな。やっぱアイスピーさえ溶かしてしまえば。いやでもフリーズされてやばかったな。止まんなかったな。いやまあまあまあ悪くないよ。で、テスラ。いやこれさっきからありがたいな。ただただ、1ヤドとダメージもらってる。ぶっちゃけ2-1でもいい。いや今回施設取れなかったけど、トルネードあるんで、平和っすね。これがもしトルネもない、施設もないとかだったら、だいぶ怪しい展開になってる気がする。これ、アイスピアなんだよな。
アイスピさえいなければみたいなとこある。フリーズ、まあまあまあ、さあ適当に耐えて、怪しいかな。マジクエイクでさ削るしかないんだよな。クエイクで削りつつのさあ5使ってくれる。スケキンロイとか組まれたら普通に考えたら終わりだなんだよな。あ、めっちゃいい。あ、でもそれやばいよな、冷静に。さあでもこれヒースピ、おいおいおい、いやめっちゃ熱い。いやコウモリやっぱ最強っすね。これアイスピに対して、アイスピこの回んないサイクルの時に化け物になる。さあちょっとクエイク回したいね。いやこれ勝てそう。いやあれクエイクってやばいかな。勝てそうって言った時大体負けるんだよな俺、異常に。コウモリやばい、コウモリじゃねえ、フリーズがね。ういコウモリ強すぎ。さあクエイクあと何歩だ。お、やり込むで、あそれ許してくれたのやばい。クエイク2周っすね。よし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 、さすがに取りに行きもあるしね。1コスだけはめっちゃあるぞ。これ槍に飛ばしてコウモリでトルネで下げて、よいしょ、クエイク圏内オッケー。いやさすがに。よしよしよし、いや正直怖かったな。あでも今回はどうなんだろうな、これがいいのか悪いのかが分かんない。そういいのか悪いのか分かんない。ちょっと次1コス意外とない世界戦とかあったらな戦いやすそう。ヒースピどう考えてもいらんかったっすね今回。さあモリモリ、あもうヒースピマジでいらない。しかも1コス2枚だと俺が1コス、あ相手がファイスピたまたま、絶対ない絶対ないけどファイスピたまたま取ってくんねえかな。いやこれやばいな、ファイスピヒースピレイジーユキとかになるもんな。うわーウッド取られたっしょ。いやこれヒースピ取らんでいいかな。取らんといけんのこれ。もう取るけどさ、うわーレイジーも取ってくんないよな。いやでもまあ1、2コスをこう、あと雪レイジなんで4枚で抑えれたのはいい方か。で3コス以上4種類取れるって考えたらいい方か分からんけど、いい方だと思いたい。3コスでも全部文句で跳ね返されそうだな。これおーいおーいマジでカラフルデッキ。いやこれどうする。まあ確定多分ディガー俺取んないと勝てないんですよね。うん、あと3コスの施設がないのがねやばい、守れない。うわーしかも3コスあー取ってくれた。いやマジこれやばいな。マジでやばい。いやデリーいるしな、もうスケバレフキアかスケバレガゴかスケバレアーチャーっていう大砲とか墓石が欲しいわけですよね俺は。そういや何も解かせんぞこれ、どうしよう。アーチャーかガゴか、いやスケバレいらないかな。いやユーノもある。いやユーノ絶対いらないよな。いやちょっと強いかなユーノ。うわーまあそうなるんすよね。いやーまあでも言うのないと守れないっすよね。まあいても守れないんですけど、いやーこれ全部文句でいかれちゃうな。うわこれやーば、まあガゴか、えぐい。もう絶対無理やんっていう、マジ無理やんって思うけど、レイジで奇跡起こせるかな。レイジちょっといい気がすんな。
さあモリモリよろしく。モリモリなんかいいな。いい名前してる。いや俺これ2枚タイム入るまでが結構ね重要な気もしてる。だからここでもう終わらせに行く。いやでかすぎ。いや入りすぎ入りすぎ。やばし。え？そうや。いやこれは許容します。いやでもこっからあの冷静に考えてください。モンクロイジャー行くまでって GG プランも見えるけど、いやユーノ絶対ユーノだったんだから。レイジちょっと強いな今の。レイジが良かったわ。普通に取るからな、レイジに関しては。うわーガチきついだもあれ。あの文句やべえよな普通に。まあ文句固まり終わってガゴ追加したいですね俺は。うんうん、まあ、耐えてまあレイジでねやりごぶ処理していこう。このガゴがいいな。いやガゴガゴ超強えやん。やばいね。ガゴゲーしてる。まあここ来たらもうデリ行きでフル防衛っすね。まあデリも普通に取っからな。ドラフトだと超強い。世界よくしてあげながら俺も守りたい。うん、守るだけでいい気がする。防衛にユキもレイジもデリも全部使って。いやこの最初の30秒ぐらいで折れたの奇跡だな。絶対無理だもんな。よしマジで。よし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 。いやガゴ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 。いやガゴ信者になりそうこれ。やばくね。ガゴ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 。マジガゴガゴ一生飛んでる。あとしかもこれあれだね、低コストから取ってるから当たり前にやっぱデッキの回転が速い。早すぎてそれがまたいいみたいなとこあるな。ちょっと味出してる。よいしょ。さすがに回転早すぎるよな。エイディングコストからいくらだったんだろう。さあグッドゲーム。あれこれどう、まあさっきのデッキと同じぐらいな気もするけど、さっきよりもやっぱ3コスト取れたんで、やっぱ3コストいっぱい取れる方がちょっとデッキ強そうなね顔はしてる。だから1コストがいかに少ないかよね。あと2コスト10万が多すぎたら嫌だ。平均コストこれ分かんないのか、分かんないですね。あでもさっきのよりはどう見てもまともだな。さあ頼む。うわもうヒースピお前絶対いらねえからこのドラフトに。あーハイゴレとかあるやん、飾りやん。あーまあまあ、はい取りますよ。取りますよ。まあこれほっとけばウッドとか取ってくれるかもね。あー取ってくれんわこれ、こういうタイプは。あ取ってくれたわ。まあアゴユキ、まあユキはねいるな。ハイゴレこれ取ってくれる可能性あるかな。ないよな。これウォールブレイカー取られるかな、もしかして。取られたらさ、多分削れなくて勝ち目なくなっちゃうんで。うわぁ、あ、大砲ある。熱い。これ大砲取って、縦線とかも取りたいよね。わぁ、たどり着けるかな、あそこまで。一回雪玉挟まないといけない。3コストかなんだ。メガゴー、スケブー。お、ちょっといい、ちょっといい、ちょっといい。さあ、今回1、2コストが5枚っすね。5枚もいらんねん。いや、あ、墓石もあるぞ。うわ、でも、クエイクこれ取られる可能性もあるんで、やたらめもあんの。うわ、だる？ちょっと待って、だるいだるい。結構だるい。結構だるい。うわ、まあ、一旦縦線取って、苦しいよ。クエイク絶対取られるやん。これ。いや、墓石よりは大砲かな。うわぁ。えぐい。
うわ、やばいこれ。守れる気せん。何これ。ケブか。うわ、これやば。ドチンパンや。あ、ヤナメがある。ヤナメ。ヤナメって感じだな。さあ、で、これもう一枚どうしよう。どうしよう、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 マジ。メガホ？スケブ？いや、陸いらんな。いや、メガホいる？いや、まあ、メガホにするか。いやー、なんか、なんとも言えない。まあ、ヒースピマジでいらんな。いや、相手のデッキがね、すごい強そうなんですよ。完成されてる、だいぶ。クイクイだけやめて、ヤナメもやめてほしかったー。やばいね、ウッドヤナメか。縦選手部いけど、結局これも序盤ゲーみたいなところある。2倍タイム入ると、俺きついから、今、この1倍タイムで、おる。本気で。本気でおる。で、1コスいっぱいあるから、リークキャー大丈夫と。で、これヤナメ使ったんで、この下のオールブレイカーウッド使っても残るから最強になれる。うわぁ、え、おい、抱くねー、やりすぎだって。いや、あい、これさては天才か神採用してる。まあ俺が選んだわけじゃないんですけど、あい、これさてはめっちゃ強いぞ。さあ、いってらっしゃい盾の戦士。ウッド、ウッド、ウッド、だいぶずれてんぞ、おい。寝てんな、今回泣いて。いやー、マジ、1コスで稼ぐ、稼ぐ、稼ぐ、オールブレイカーで稼ぐ、あと1分。1分の間に、マジ、両方、ね、500ぐらいにまでできると。まあ、問題はね、おい。相手何しとんの？その、形組まれた時なんですよね、結局。守れないからっていう。守れそうだしな。さっきから相手が寝てんな。いってらっしゃい、いってらっしゃい。いや、これだけで強い。さあ、オールブレイクで攻めて、これ、アイゴレで話進むんですよね。てか、なんなら、1コス2枚あったら、キンキンもできたんで、キング起動ちょっとしたい。あー、ヒースピこれ、アイゴレ延命とかに使っとく？使うときないしな。ヒースピこれ、どう考えてもいらない。無理に使ってるわ。回復させるとこねえから。そう、全然イージーゲームの香りがしてますね。もう諦めたんじゃん、はい、もう諦めたことにしとこ。相手が諦めました、はい、多分ですけど、多分諦めました。よいしょ、さすがに大砲置いて。いやー、マジこの、アイゴレやっぱ使わないじゃないですか、最近。まあ、スケキンとかゴルナイとか、バルキリーとか、やっぱ優秀なこう、陸のカードがありすぎるんで、今の環境というかもう、クラロワに。アイゴレを使う理由が言ったらないんですよ。ボグとかも文句とかでいいみたいな。バルキリー、ナイトでいい。なんだ、アイゴレ超久しぶりに使ったっすけどね。まあ、メガナイトとかに対して強いのはね、ありがたいね。上がっていく。結構3コスを取れてる。3コスない世界で攻めカードもなかったりするとどうなんでしょうって話ですよね。さあ、うわー、幸せ。1コス1枚、しかも呪文も2枚しかない。2コスがなんで5枚取れる。3コス以上、しかも今回3コスがリガーいいね。あー、フェニックス強いね。まあ俺はスケタル、ユキか。まあ、ユキとタル、どっち取られたら嫌かな。ユキ欲しいね。やっぱね、ユキ玉めっちゃ強いです。その、幅広いっすね。ゴブリンバレルも完封できますし、空にも対応できるし、若干遅延効果もあるんで、そういったところでね、チャンスを、なんか、ガゴが数発入るのをね、もっと入るようにしたりとか、ユキはね、やっぱ、うまい奴らが使うとね、化けますね。いやー、だいぶなんか、デカめのカードだな。まあ、タル取って、さあ、3コスパーティーだね。ユウの大砲。うわー、大砲取っといた方がいいね、これ。
あ、デリバリーもあんのか。ガゴ、まあ、ディガーか。一旦ディガー取って、削れないんでね。で、今回、ウォールブレイカーとかもないんで、ほんまにディガーだけで削るか。エリゴレ。エリゴレ、エリゴレマジで、マジやばいな。なんで、このクローンとミラーがね、メガドラフトって多分置かれてないんですよ。じゃあ、エリゴレも置かなくてよかったやんって思うんですけど。いやー、これなんか、渋いな。デリバリー強そう。ガゴギャングユーノっすね、残り。いや、エリゴレ、エリゴレ、これさ、最後の最後、うわ。いや、これガゴギャングか、ガゴユーノか悩むね。ユーノかな、悩むね。うわー、これ、終わったっすね。普通に。いやー、これ、これやばいね。誰かどう見てもやばいね。これ、これやばくない？ちょっと待って。これやばいよな。せめて相手が柳雨じゃなかったらみたいな。これ、どうやって勝つんだ？たまたまスケキンとスケブが今ないとか。あ、ダックプリもない。奇跡が起これば。ああ、あれっすよ。いや、そりゃそうだよな。何かしら悪いか。そういうとこ願っていかないとね。いやー、この一体のスケルトンで攻めるよ俺厳しい。うん、クララ難しい。うん、待って。やなめ温存したのやばい。サクッって。うっ。いや、マジで。ずるやん。ワンチャンあるのか。ワンチャンある世界ありますよ、これ。いや、相手のピック、さすがにちょっと、すごい。いやな、一本折れればな。一本折れればな。ほんまに気合で。いや、一本折れちゃったんだ。行けほしい。お願い、間に合うな。うっ、うん、間に合うよね。うわー、見てからでよかったかも。これやばい、マジで笑えない。マジでワンチャンある。いやー、これ負けたくない。ここまで来たら、ハハハ。
確かほんまほんまだ。夢かこれは。もう日頃のお金良すぎだろおい。マジかよ。さあラマル、いやーこれ勝つのキモいな。いやーでかっ。いやでもいいね、言うのちょっといいかもね。さっきからこう回転でこう超高回転言うのっていうのが攻めの起点になってるから、ちょっと言うの積極的に取っていこう。うわすげえ。気持ちよすぎるよ。言うの欲しい。言うのも1コス少ないだけでね、やっぱ幸せになれるね。おい2コス置いて。おいゴブリンもやりゴムもマイスペレスでね、まあまあまあで、うわやば、今回2コス以下で6枚になるやん。3コス2枚っしょ。わーしかも矢の雨取られるからゴブリンやりゴブやばすぎ。わーやりゴブこれ取ってくれるかな、ワンチャン取ってくれない、取ってくれないよな、雪玉持ってるもんな。うわーまあ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 、こっからっすよね問題は。攻めカードがエリゴレしかない。事件、えやばい、えエリゴレとサンクエイクガゴ、ユーノおる、ユーノおった、やっぱり。いやユーノを取んないと多分勝てないっすよねこの感じ。うわでもう一枚だなこれ、ユーノとユーノと何にすりゃいいんだ。いや相手意外となんかでも、いやロイジェイとか取られたら終わるな。うわユーノと、うわこれやばい、待てよ、えもう2択か。うわエリゴレか、うわエリゴレちょっとこれちょっとあるっすね。クエイクよりはエリゴレの方がなんか攻めでワンチャンをつかめる気がするんで、エリゴラ、うわーこれやばすぎる。平均 2.0 ね。エリゴレか、まあゴブジャイは、まあ、頑張れば止まるかな、頑張れば。さあよろしく、なかなか気持ちのこもってよろしくが飛んできてる。よしよしよし、でかい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 、やっぱ序盤に攻めたいね。ギャングさえたらリークが意外とね脆いのはさっき学んだから、これ U の出して序盤のリブレやばいかな。バルキリーさえたらもう始まる、あーフェニックスこっち来たか、間に合わなんかいい、間に合ってくれ、タワーに入れ、入らないか。そうバルキリーさえたらねこれチャンスだったんだよな。やべ、いや結構ダメージ入ったけど上げすぎだよなって思った。うわ正解の防衛方法わからんかったし今、うわーちょっと待ってよ、いやでも全然いける。いや矢の雨嫌だな、矢の雨が嫌なのは確か最後エリゴレレイジでもうあのヤンキーすれば1000ぐらい削れるっしょって思うんで、いやーケツゴムじゃん強いな。いやでもでかいこれ、いやコミーの範囲の熱っ、いやーちょっと入ってほしい、受けてくるねしっかり。
ここへ行きます。落とせ、いけいけ、これで、ね、耐えろ耐えろ、ボケちゃう、ゴブリンバレるだけだ、ゴブシャイゴブシャイゴブシャイ来ない、うわエリゴレ、エリゴレやるやんけ、よしよしよしさ、相手にバルキリーがねいないサイクルで相手もびっくりよし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 、いや攻めカードが何かしらね一枚あるのがね素敵だな。いや、ユウの最強説あるぞ。さあ、8A。ああ、1コス2枚ね。あ、でも、2コスが、あ、ウォールブレイカーある。ウォールブレイカーまでたどり着きたい。頑張って。スケとか最初に取ってくんねえかな。ああ、俺どうせ硬いユニット取れないんで、ライトニングは全然いいや、取られても。取りたくてもね、取れないんで。やるよ、ライトニング。それよりはポイズンとか取られた方がきついんでね。あー3コス、あトリトンがある。あーまあ2コスいっぱいあるなこれ。俺タルババはさ今俺が回収しとくのはちょっとあるんだよな。いや一旦ね、逆にタル取ってくれてもいいわ。俺がトルネ取るってプランがある。え今回ちょっといいぞ、ゴーストトリトンいてディガーもおるやん。ディガウォールブレイカー完成する、守れるかな守れる気配がない。え俺ソラに対しての攻撃方法ない、もしかしてやばくねこれ。ちょっと待って、やばいやばい、対空対空対空ねえやん。おーい対え対頑張って、ごめんなさい2コス取ってないのにディガ取った、本当にごめんなさい、今すぐ2コス取ります。で、ウォールブレイカー取って、うわぁ、これやば、ちょっと待って、対空がね、対空多いし。トルネかトルネで頑張るか。すまねえな、ちょっとディガー欲しかったら。ディガーもしかして欲しかったんだったらごめんな。いや、でもトルネかな、守りで強いんでね。ほら、相手、いや、そうっす、トルネ一択っす。あトリトンの可能性もちょっとある、俺が。ゴレだった場合。けど、ロイジャイとかゴブ、トリトンにしちゃう。いや、だいぶ悩んだけど、光栄がやばいんですよ。光栄止まんないけど、うわぁ、トリトンでよかったのかなぁ。わかんねえけど、序盤攻めます。しかない。俺にできることは。誠意を見せるしかない。うわぁ、マジで。お願い。もうちょっと守ってほしいな。うわぁ、これ後ろにゴールが来たら終わる。うん、それも終わる。いやでも、いや、タギ偉すぎ、タワーのタギ偉すぎんか。いやートリトン最強最強だったなこれ。さあ一発無理やりいけないか。いやでもこれだけで強い。わあトリトン熱っマジ強い。さあ、一本取って。おい。なんなら、あー、これ、まあ、俺がキングがおられるパターンがあるってこと？もしかして。キング行かれるやつかな？ベイビードラ来るんだよね。ベイビードラが。逆に引っ張ってもいいし、まあ、ベイビードラのタゲ取る。逆にこの呪文買い占めがちょっと強いのかな。
大丈夫最初に相手が取んない限り絶対俺に呪文が行くシステム。さあ適当に攻めて、あーやばいよこれ、やだ。まだもう一体出しちゃう。いやー強い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 。タルババでベビドラのタゲも取れる。さあさあさあ、俺ちょっと余裕あるんで攻めたけど、はいはい、いやーゴブリンね階段早いですから。オーケーオッ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 ケー。あれ重量級の時よりもだいぶ勝ちやすいかもしれないな、もしかしたら。安定というか、まあ、重量級より安定しやすいのかな。さあ、うわーこれやばい、これやばいね。いちこすまずこんないらない。いやでもこれはあれだ、スケを残して、スケかファイスピを残して、いやスケかな、相手にスケルトンを取らせる、取ってくれスケルトン欲しいだろ、イチコス1枚しかねえぞって焦って、スケ取ってくれたらな、もう2コスゾーンいけるのに。どんなそうな顔してんな、渋あーマジでマジでだるいなーこれ。いやー2コスしかおらんやん。雪取ってレイジアイゴルコウモリ、あーまあ最後にディガー取れたら、うわーやば、止まんねえよ、どう考えても止まんねえよマジ、うわーこれやばすんげえ。どういうこと、コウモリだけでゴブジェイって守れるもんなん。あーいやあ、強っ。これ、ね、結構悩むね。ないと、あ、墓石？いや、もう攻めれないんだよな。いや、これ、ちょっと待てよ、マジ。30秒欲しい。いや、墓石はゴルナイル。ないとか、ないとかリガー。いや、近いんだよな、でも。いやこれナイトにして、ナイトコウモリの雪玉とレイジを使ってダメージ稼いで逃げ切るプラン、ナイトにするならディガーでいいやんと思うんですけど、やっぱナイトの方がね、このゴブジャイに対して、あとゴルナイに対しての防衛力がね違いすぎる。お願い変なの取るな全然いい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 。いやこれこの欲しいダメージ、うわー、あーなんでやねん、おかしいやん。さあ削る、削りに入ってます。早く、俺これキングギドはされていいわけじゃないっすね。コウモリちょっと強いね。まあスケドラとゴブジャイで行かれるんですけど、よいしょ、いやこれマジで強い。アイゴルコウモリレイジで攻めれるみたいな。いやー墓石ちょっと強いやん、アイゴル削りも届かない。いやでもマジでこれゴブジャイさ、ナイトコウモリ雪でボコボコにして、スケダル裂いたよな。こういうことね道を開けろ、うえいさあ、やばい、もういやこのダメージ逃げれるんだよな多分これ。いやないと神採用だこれ、リーガー取りたくなったけど、でこれはファイブ使ってるんですけど、スケドラサイクルなんで、まあさすがないとコウモリは通じないと思うんだよな通じないと思うから一旦決まらせてもらって、
どうもクラロワ界のチネラーことチマラーラトです。さあで、まあスケドラも結局これコウモリ出したいけどアイゴルで蓋したらいい話なんで。あれ蓋下手だな。うわーでもよかった、陸域いっぱいあってちょっと怖えやん、ちょっと怖えやんけ。そこのコウモリにレイジがかかってちょっと入ったりしねえか。スケドラでも嫌だね。いやマジ1コス多い1コス多いぜ。よし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 、よさ暇レイジして気持ちよく。スケドラは2コス呪文3周で溶かせるぞ。雪レイジ雪逆もしっかり大勢削っちゃおうか、まあ、1周目も早くだとして。まあ、もったいないかもだけどね。これちょっと行きたくなるよね。でもタワーにも入れたいダメージ。ナイトがアイゴレのこれパフで勝つ。おい。いや。サタン強い。いや1コスそんなんだもん、優秀すぎるけどな。ヒースピのいない1コスは優秀です。あいつだけダメだ優先。さあダニエル、あー1コス2枚ね。先行だといいな、これ相手が取ってくれるパターンあるんで。もう1枚1コス取ってくれ。2コス今回少ないな。でもあ、2コスなんかユニットが多いのか。さあ、レスピ取って、まあ、俺はユッキー、でも、今んとこ最強並みに強いよな。さあ、文句嫌ですね。いや、でも、ディガーオールブレイカー。うわぁ !3 コスまでちょっと遠かったな。いや、ボンバー、俺これ、もしかして確定ですか？あ、オールブレイクかかんのか。うわ、ボンバー、絶対取んないもんないて。まあ、ボンバー取って、その後、トルネカデリック、取ってくれるパターンやん。いや、でも意外と嫌だな、なんか。俺の小物に刺さっちまう。うわ、これさ、トルネカデリカ、だいぶ悩むな。いや、メガゴもちょっといい、ゴーストもちょっといいな。ゴーストにしようか。取ってなかった。あ、でもナイトでもよかったか。え、待って、これ削れん。守れるけど削れんな。いやー、メガゴはね、ちょっと強いんだけどね。やばい、残り1枚。トルネか、デリバリーか、メガゴで。まあ、トルネの方が、ダメージは稼げる。一応、削りで。うわ、でも防衛のデリバリー強いけど、別にトルネで守れるしな。いやー、トルネかデリかメガゴーストしょ。あー、防水もいらない。トルネ、はい。いやー、これは、レイジがないし、ディガーとかもないんで、削れるかがわかんないってやつですよね。なので、ここにボンバー来る予想で、かまします。来なかったけど、いい。そして、この1コストね。ディガー拾うのに超優秀。ウォルベルカつけたらヤナアメかテスラか。あー、これはいいね。結構デカめのコスト使わせられる。うん、さあいいですね。
ゴースト取ったけどどうなんでしょうって感じだよな。まあでも意外とこの無視できない一発、あのミニピキング起動したい。できるかな、あの HP。 ああこれも別にこっちでいいや。さあ禁忌してしまえば怖いものなんてない。雪玉で削っていく。これどうしようかな。ライトニングで追いつかれちゃうんだよな。最初に削りに行った方がいい気がするけど。テスラやだ。おや、そんなことある。セラミ使った。残んないかそれ。あれなんかでも削るのむずいな。いやこれ今めっちゃチャンスなんですよ。ナイトオールブレイカー勇気行きたいんですけど、突っ立ってんのすごい邪魔なんですよね。あーえら、いやでも2発入ってんの熱いね。アイスピで削る。ボンバ咲いた。いやーこのやりが結構強いから、いやーこれ当てれないのか俺。さあ耐える。意外と苦しいこのナイト受け。いやー攻めヘボすぎるかな。まあなくても入ってたみたいなとこありそうだけど。さあ1800。いやライトニングがねマジやばい俺からしたら。まあヤダメ使わせる。やばい待って、やばいアホがいる。うわやばい、マジで。うわやばすぎ。なんでガチやばい。これダメージ右に集中させていかないと。マジでアホがいた。誰がどう見ても入るダメージじゃなかった今。やばい俺のこのトルネ雪玉じゃ追いつけん。ライトニングがある。ちょっと待ってよ。うわやってるー。なんかヘッボイ負け方するやん。あえて防衛に徹底して。え、うわー、やっぱライト削りがあるんで。怖いですね。さあラスト1勝です。気づけばラストワンいきます。エンジェル、あー出たよ呪われし ESP。 まあ ISP を取ってくれるパターンはある。えってか今回さ2コスがザップだけ。え3コスに最短できる。えないよな。お熱い。ナイトが5バレる。うわうわ、でもなんか3コス弱。これ4コスに、あーたどり着けないか。スケブもデリとかもあるもんね。クエイク、うわそれ取られんのやばいな。ヤナメデリ取られたらさ俺の3コスなんもいきねえやん。いやこれはねエリゴレでちょっと世界変えたいけど、ボムタワーとか取られても終わる。いや3コス取ってくれるのは熱い。さザップで問題もう一個だな。ザップでこれね多分バレル俺が取った方がいい。うん取んないと相手のバレルで終わっちゃう俺が。なんで
まあ、バレる俺は通んないけど他で勝てばいいっていうね。アウトローいいな。いやナイトスケーブ、エリゴレ、クエイク、あーもうぴったし4枚やん。えーやばいよそれ。え、ちょっと待って、熱い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 。うん、4コス取れるやん。まあ、ナイト取って、うわエリゴレ絶対取んねえし、取ったら対策されるんでクエイク取って、え？つわつわ、エリゴレ取って、エリゴレ取って、ボムか？エリゴレ取ってボムプランはね、ちょっとあるな。相手に最後ボム取られたら終わりな気がするんだよね。あー、いやー、いやだな。え？いや、マイティーとかの方がいいのかな？ちょっと待って、ちょっと待って、時間足りん、時間。いや、これは、いやー、ちょっと待ってよ。でもこれ、ボム取んないと取んないで、あ、でも相手が攻めれないのか。マイティーにしよう。これ、相手がボム取っても、俺、クエイク削りで勝てるんですよ。あ、着いいか。相手小物系しかいないんでね。いや、これマジ守ればさ、すごく勝てんかな。甘えてこい。甘えない。ガゴムでね。いや、でもこれはちょっといいんじゃないか。クエイクで削ってく。相手柳だけなんで、このままいくと俺の勝ちです。ガゴムでくんのか。やばいそれ。やばい、ちょっとうまい。え、てかマイティ潜れんかったん、やば。お、やばい、マジやばい。足回っちゃく生きてもおかしくない。わ、マジやばい。わ、マイティ潜れないのか。瞬どけしちゃったな。うわ、持ってる、持ってねえけど全然あります。エリゴレだし。うわ、なんかやだな今ので。負けたら、怪しいな。うわ、あのダメージマジいらんかったっすね。やっちゃってる。俺が攻めないといけないのがね、よくない。守るだけだったらな、簡単なんだけど、攻めを通さないといけないっていうのが難易度高いっすよね。まあ、汚れクエイクかな。チャンスではある。うわー、両サイドに攻めてくんの、やっぱなそれ。ずるやん。うわー、マジで反応。いや、まじで、エリゴレ最後に、
ぶっ刺せねえかな。エリゴレ、レイジがねえのか。一発も入らない。ヒーラーもないからな。ケツエリゴレがどうなんだろう。いや、ワンチャン追いつけそうな顔もしてる。あーマジで、うわちょっと待って、マジで、うわー待って、ナイト右絶対いらんかったっすね。もうヘッポコだ。うわ持ってねー、俺これ逃したら絶対無理やん。この後持ってんねー、マジで。最後の最後に、え、まだライフある。うわー来た、ヒースピ。いやでも2コース今回少ない。え、1、2、あー、タルザップか。まあ、4半分ね。まあまあまあ。たまたまスケとか取ってくんねえかな。まあ、一旦ね。うわー、マジで惜しかった。来るな、今のは。さあ、タルザップ取って。タルザップ取ってどうしようかな。3コスっしょ？あー、でもディガーがあるんで。ディガー、ガゴギャング、アイスイズ。あ、お前、いつもおるやん。左のピンクのやつ。いつもおるやん、あいつ。ちょ、待って、取るか、あれ。いや、今の、守れ、守ってくれた。あー、タル取ってくれたのは、嬉しいね、俺からしたら、正直。うわー、これ、俺、ディガー手に入れても、ギャングがな、厄介なんだよな、っていう思いもあるんですけど、クエイク取ればいいや。さあ、ディガー取って、で、ギャングがこう、アイウィズエリゴレデリバリーか。ああ、食い込まるから、4コスにはたどり着けないと。ビシャモンテ、ファイボー。おー、いや、全然いいな、別に。全然いいな。ギャング。キースピザップとかで処理できるからな。まあ、ガゴは取られてもいいか。防衛で強いからデリバリー取っとくか悩むっすね。攻めで使えないのがちょっと難点なんですけど。まあ、デリ取って。いや、ここ、むずいっすね。デリかな？エリゴレで攻めて、デリバリーで回収。エリゴレで攻めて、デリバリーで回収。あー、そんな気がします。なんで、クエイクも取ります。はい。だと、エリゴレ取って、守れんな、これ。いやー、どう？前田の攻めカードにもよるか。ロイジェイだけマジやめてほしいな。ロイジェイはね、もう、壊れなんですよ、ただの。あれ取られると、もうどうにもできない。本当に。まあ、ギャングかガゴかがだいぶ悩む。わー、まあ、ガゴかな。アイスイズか。エリゴレがいらないパターンってあんのかな、これ。エリゴレがいらないパターンってあんのかな。削りはすんだよな。いや、エリゴレがいらないな、これ。もうディガーとクエイクでやりに行くわ。守ればいい。はい。あー、マグネズ強いって。さ
ただマザリククイックザップとかで飛ぶんじゃない？飛ばないかな。お、ファイブやめろ。マズネグの位置を当てるだけのゲーム、簡単です。うん、強い。うー、いてえ、この豚。この豚いてえなー。さあ、ホグ。施設がね、ないのがやっぱ悲しいよね。やっぱアウトロガールもクイックザップとかで飛びそうな気配はあるんだよ。早めに出して早めに固まってほしい。こっち入ってくんな。さあ本気の削り、マジでポイズン打たれるだけやばい。これずるいよな。もうずる。いやーこれマジでかい。いやでかすぎでかすぎ。もう一発惜しい。いやあるんだよな、守れたら。守れないんですけど、守れたらあるんだよな。あ、ガゴヒスピでポイズンを耐えればいいんだ。ファイブだったら知らんがなって話なんで。いやそれだ、ひらめいた。マザネク来たら終わる。うわー、それ入んのやばいわ。それ入んのマジやばい。一旦超許容して、やばいよ。うわー、マザレ君無視でクエイクザップっときゃんちゃったかな。惜しすぎる。さあ崖っぷち行きましょう、ラスト。お、あーまた俺やん、ヒースピー好きやん。いやでもディガがある、ディガがあるのは熱い。トルネもある、ウッドもある。いやこれディガ取れたら正直勝ち。ウッド欲しい。うわー、ウッド取られるよな。ウッドを取られちゃうとまた話が変わってくるんですよね。おお、2コス取んないといけないのか。そういえばこれやばいね。でトルネデリー、あーゴーストか。まあそうですよね。強いな、これ強いな。まあティガー、
クオースとデリクエクか。いやスケバレはねちょっといいんだけどな。いやー難しい。大あ大砲がある。ちょっと待ってよ。大砲デリバリーはねちょっとあるな。あー大砲デリバリーしかない。守るなら。いやーでも攻めとしたらスケバレ欲しいんですよね。いやそんな贅沢言ってられんっすよね。大砲デリで守るしかない。よし。いや相手の敵強くね。あー強っびっくりするで完成してるやん。まあ序盤でちょっと削りたい。ロイジャー来るだけ強いよな。さすがに魔女チョは来ない。大砲高め。いらんかったなこのアイスピ。左に流してよかった。いやートレで持ってんのやつね。このディガーの位置がね固定されちゃうんですよね。あとはマジアチャ取るね。もう耐えるしかない。耐えたらきっといいことがある。そう思って耐える。削る。このやりごぶ強え。いやマジでやばいよこれ。これで勝てるから。まあ、ウッド使われるの嫌なんで、ウッド来そうなんで本命じゃない側にコストを使わしてね。いやちょっとありそうだな。いやこれマジで調子いい。では両サイド行った方がいいかも。痛いそれ。ナイスキック。うわうんでもやりこぶか。あいつは自分の命を犠牲に。偉いやつだ。おいしい。いやマジでやりこぶ。お前こいつ嫌すぎるな。フフフ。ランバー歩かして。いや強い。いやこれいい。多分右がね結構あるし。いやこのヒースピーあれ今回なんてさ俺ウッド持ってると思ってたんだよね。あ持ったわいやー来た。呼んでみましょう。デリで守れよ。来たらチャンス。あれ負け筋。いやそれ拾われるのやばい。
カードだよ。やばい、マジやばい。あぶね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 、怖い怖すぎる。さあ、なんとかなんとか生き延びました。さあ、ジュニー、お、珍しいチャンピオンや。